おーい、時計屋さん、世界一の時計屋さん。降りたか。サーカスの女たちも来たね。降りた。この時計屋が私たちの根城に打ち付けたあの忌まわしい柱時計を外して持って帰ってちょうだい。そいつは無理だよ、キロ。ジャッカが苦しそうなの。うん、それは時計のせいじゃない。時計はむしろこの時計屋と魔女の新しい国境調停なんだ。彼女が欲して苦しんでいるのはむしろ我々の方が知らずに盗んでしまった局場の時間2時41分。そうだね、ジャッカ。ここで二人が千年にらみ合っていれば我々の世界と宵闇のサーカスは互いの領域を侵犯しなくて済む。そういう核の抑止力みたいな理論ダメです。足しびれちゃうよ君。ほら、サーカスの宿女も体力の限界だ。弱っているんだろう君たちは。虚無を広める土のなき流浪の一族など滅びればいい。だからそれだと困るんです。ミソラさんのところにお帰り。君が据え付けてきたあの時計があればピパの村にサーカスもやすやすと入り込めまい。効果は十分。保証がない。保証はないが我々の時間は戻る。降りた。戻ってミソラに伝えてくれ。時計屋は死んだと。ダメ、それダメなんです。なぜだ。なぜならあなたは辺境の時計屋に戻り、僕は彼女たちのサーカスを追いかけるのだと。たった今僕が強引に勝手に決めちゃったからです。なんて勝手なやつだ。降りた。どうするの。本庄、ちょっとこっちいらっしゃい。あっち見てほい。時計屋を連れて帰るのね。ヒロ、あの時若かった僕は時計屋と魔女の国境調停を知らずに招待券を受け取ってもいないのに君たちの書を覗き込んでしまった。だからジャッカは猛烈に怒った。返した。サーカスの女たちを慎んでお詫び申し上げつつお返ししたい。あの日我々の幼い好奇心で奪われてしまったあの2時41分を。勝手に持ってっちゃって、それで旧友の美空さんと本庄さんに会いに来たっていう話。
だからそれを言ってるんですよさっきから。どうしたピーチクパーチクね、教授なんか遺跡がどうとか言ってませんでしたっけ。折田や美空さんと昔古い寺院跡を調査したことは確かにあった。だからそれですって。私もね、何か大事なことを忘れてるような気がするんだが。ほら星が綺麗でしょ。日本じゃちょっと見られないんじゃね。うわー本当だ、すげえ。はい日本から来た友達に乾杯。乾杯乾杯乾杯。あれ本庄さんは。ああ折田君と空港へ向かったよ。空港？折田の帰国に合わせて日本へ小旅行するんだとか。女房ほったらかしてひどいでしょ。ほっと頭にくる。じゃあ折田先生って私たちに一度も顔見せずに日本へ帰っちゃったの。そうっすね。あ、ひど。久々の日本だって大喜び。もう勝手にすればいいのよ。あなたたち、うちの店から好きな時計持ってっちゃっていいからね。本当ですか。じゃあ私、あのイタリア製のアンティークの可愛いやつがいい。いや、私もそれがいいんだけど。やだ。美空さん、昔地下の広場で一緒に何か見なかったか。そんな気もするけど忘れたな。あの時刻まれていた時間たちはどこに行ったんだろうね。年を取ったね、お互い。からさ、しけもくしけもくっと。こんな2本こうやってなんかやってくれて、私ちょっとおいしいねんね、こういうのこっちに。森田先生！学長、まったく聞いたよ、聞きましたよ。あなたは私がなんでこんなに怒っているかわかりますね。そうだよ、こうやって折田先生が必ず私にしけもくを渡す。それをしないから私は怒ってるんじゃねえ。ポイ捨て禁止。ったく何を考えてるんだ。まったくあなた結局国際進歩出てないそうじゃないですか。縁日見学なんかしてる場合じゃないでしょ。なあ、なんだ金魚すくい、美味しそうだね金魚すくい、美味しそうだね。やらねえよ。まったく折田先生、あなた国際電話やファックスで問い合わせや抗議が殺到してるんですよ。もうあなたは日本の恥ですよ。学長、はい、すみませんが、遠方からの友人を案内している最中でして、あの今日のところはあの僕の大事なシケモクコレクションで。しょうがないな、このシケモクコレクションコレクションまでもらっちゃったら許さない。こいつで禁止だって。だから全く折田先生、いい加減とっととね研究室に戻りなさい。もう今日はいいことなしだ。飼ってたグッピーは死ぬし、いい子は逃げてしまうし、ザリガニは干からびるし、カブトムシはいつまで経ってもカブトムシにならない。どういうことなんだ。しかもな、元妻のマリからもらったな、この時計まで壊れてしまってのは2時40分で止まっているんだよ。なんだい君は。まさかの治った。マリからもらった大事な時計が治った。ありがとう君、ありがとう、本当にありがとう。大事な時計が治ったよ。君あれだな、バンダナを取ってこの髪型にするといいね。学長でした。大事だ。降りた、大丈夫かあの人。知らん。おやおや、ほら小屋掛けの見せ物が来ているのかね。サーカスだね、旅芝居の一座かな。賑やかだね。